はい、どうも皆さん、お疲れ様です。グランツーリスモ7、今回もやっていきたいなと思います。スペック2ですね。今回もマスタークラスの、スーパーライセンス3フルコースタイムアタックの、ゴールドを取ったシーンをですね、ぜひ皆さんと一緒に見ていきたいなと思いましたので、今回もこちら、やっていきたいなと思います。今回乗っていく車は RA272、1965年、まあ、伝説的なマシーンですよね、ホンダの中で言うと。本当に車の、ホンダの自動車レース産業の始まりみたいな、ね、そんなマシーンなんですけども、今回の舞台がカタロニアサーキットのグランプリレイアウト、試験なしのレイアウトですね。今回はまずはミュージック、リプレイの方で、そのワンラップの模様を見た後にですね、実際に、まあ、一人称視点で、クリアする模様をね、見ていきたいなと思います。まあ、なんでミュージックリプレイをね、最初にやるかっていうと、まずはね、この車のかっこよさをね、ちょっと見ていただきたいなという思いがありますので、ぜひね、この1965年、ホンダがね、作り上げたこの伝説的なマシンをね、ぜひご覧になっていただきたいなと思います。これね、重さがね、大体500キロ未満なんですよね。いや、本当にコンパクトに仕上がってる車だなっていう見た目なんですけども、この車、皆さん見て何を感じるかっていうと、普通のレーシングマシンならついてるものがついてないんですよ。そうなんですよ。この車にはウィングとかそういう空気抵抗系のパーツが一切装備されておりませんので、ブレーキングとかそういうのがすごく難しい車になってます。要は空気抵抗で車が止まらないので、普通なら、ね、ダウンフォースとかで車は止まるんですけども、しっかり減速して車を曲げに行かなくちゃいけないので、その辺りはちょっと難しいかなという、車ですね。舞台のカタロニアサーキットも結構ストップ&ゴーをちゃんとしなくちゃいけなかったりとか、複合のコーナーがある、そんなコーナーが多いサーキットなので、まあ、ここの辺りはね、まとめなくちゃいけないんですけども、まあ、ミュージックリプレイのね、面白さとしてこうやってね、自動的にカメラアングルを切り替えてくれて、PV みたいな感じで仕上げてくれるのがすごく個人的には大好きですね。車のかっこよさとか挙動がよく伝わるなというのが、このリプレイの楽しみ方かなと思います。まあ、そうこう言ってる間にもうね、これで一周が終わるんですよね。はい。では、この後はですね、実際のリプレイを再生しまして、フルコースタイムアタックゴールドですね、なかなかね、ワンラップのフルコースタイムアタックゴールド難しいかなと思いますので、実際にね、ドライビングしてる、ハンドルコントローラーを使って一人称視点でその模様を見ていきたいなと思います。今回はレーシングハードなので、ある程度グリップ、タイヤのグリップをするので、その辺りはね、すごく安心感はちょっとあるんですけど、いかんせんダウンフォースがないんですけど、まずは1コーナー目ですね。しっかりここは、3速から一気に立ち上がって、ここはね、インカットしすぎてもちょっともったいないかなっていうところなんですけども、ここからは3速でアクセルをちょっと入れつつ、もうなるべく早くアクセルを全開したいコーナーですね。で、この後は、2速まで入れるんですけども、ここも一気にね、ステアリングを曲げてしまうとギアが流れるので、で、下りながらのここはヘアピンですね、左のは。立ち上がっていくと。で、この後は上りの S 字、左、右のコーナーですね。ここはね、直線的にラインを取りながら、走れるとスピードが、上がるかなと思います。で、4速につきながらの高速コーナーですね。ここもなるべく早く、アクセル全開し、この後のタイドのコーナーですね。だいたい 200m 手前ぐらいまで行くんですけども、なるべく立ち上がり重視のライン取りでも全然いいかなと思います。今のはちょっとオーバーラン気味でしたけども、多少あれぐらいやってもね、スピードは乗るので。そしてこの後はね、高速コーナーなんですけども、全開じゃいけないので、最初はね、減速ちょっと入れて立ち上がっていくと。
麗にまとめられるとね、ストレートがかなり伸びてくるんでね。はい、これが1分51秒304、ゴールドのタイムをね、規定をクリアしたワンアップチャレンジでした。ぜひですね、なかなかマスターランクのフルコースタイムアタック難しいなって思う人は参考になればいいかなと思うのと、こういう車で走るのもすごく面白いんだよっていうのが、皆さんに伝わるといいかなと思います。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。次回はステージ4ですね。お楽しみにしておいてください。お疲れ様です。